ブエケペーテ、サワサワ。キャー、ちょっとカナタ君、勝手に触らないでよ。なんだよ、別にいいだろ、付き合ってるんだから。付き合ってるから、それっておかしくない。私の体は私のものでしょ。付き合っているからって他人の体を勝手に触っていいわけないじゃん。ああ、めんどくせえな。いいから服を脱げよ。今、すっげえムラムラしてんだよ。嫌だよ、私、生理中だもん。っていうか、なんで知らないの？いつもこの時期じゃん。彼女の生理周期も把握せずに、よく自分から求めてこられるよね。信じられない。うるせえな、俺は生理なんか気にしねえんだよ。いいから早く服を脱げよ、ぶん殴るぞ。はあ、あなたが気にしなくても私が気にするんだよ。わからないの？バカすぎでしょ。それにさっき嫌だって言ったよね。どうして一回で分かってくれないの？バカなの？ねえ、バカなの？頭が悪いの？ムカ、なんだよバカバカって、その言い方。そんなに俺とするのが嫌なのかよ。俺のことが嫌いになったのかよ。だったら別れるか、俺は別にいいぜ。そんなこと言ってないでしょ。言ってるのと一緒だろ。だいたいお前さ、俺と一緒にいても全然楽しそうじゃねえじゃん。彼氏がいない状態が惨めで嫌だから仕方なく付き合ってるだけなんじゃねえか。一人身の文字を見下したいだけなんじゃねえか。勝手に決めつけて勝手に切れないでよ。もう帰る。ムカつく。あんた最低だよ。ああ帰れよ。だけどさ、その前にはっきりさせようぜ。別れるのか別れないのか、ここで答えろ。その話はしたくないの。ああもう分かってよ。このバカ、猿、高卒。私が付き合ってあげるまで童貞だったくせに。猿に毛が生えた程度の低スペック男が調子に乗るな。畜生、このクソマンコが。ドン。キャー、痛い。殴ったね。信じられない。最低、最低、最悪。警察に行くから。殴ってねえよ、ちょっと押しただけだろ。殴ったじゃん。女性を殴るとかマジでありえない。警察に被害届を出すし、弁護士を雇うし、 SNS で炎上させてやるからね。あんたなんか頭のおかしいフェミニストに特定されて殺されればいいんだ。みんな私の味方なんだからね。女の力をなめるなよ、この腐れチンポ。